はい、皆さんこんにちは。物販講師の黒沢です。今回は商品を販売した後、どのように進んでいくのか、一般的な流れをお伝えするとともに、商品売れるんだけれども儲からないっていうお声をよくいただくんですが、その際に画像というものに着目して、その画像を起点として金額を徐々に上げていく、その流れについても同時に言及させていただきます。 商品販売開始後の流れなんですが、ざっくりと言えば、生刊、オート、マニュアル、クーポン、セール価格。この5つの流れっていうのを腹に落とせば、まず問題ないと思います。1つ目、生刊。これは販売直後、特に広告もかけずに売れるかどうかっていうのをじっと静かに見る。 この期間っていうのを一週間くらい設けてもいいと思います。実際は商品販売直後から広告をかけるというやり方もあるんですが、まずは広告をかけなくても売れるかどうか、その見極めを行っておいて損はないかなと思います。 次に、一週間後、商品がなかなか売れず、かつセッション数と呼ばれるお客さんが見に来た回数が20を下回っている場合は、広告をかけます。その際の広告は、スポンサープロダクトと言うんですが、スポンサープロダクトには、自動で広告をかけるやり方と、手動で細かく設定するやり方があります。まずは、Amazon に自動で広告をかけてもらう、オートターゲティングというやり方を使って広告をかけてください。日5ドル1 5日間合計2500円分程度で構いません。 オートターゲティングを5日間かけた後、広告レポートというものがダウンロードできます。どのようなキーワードで Amazon で検索した人がご自身の広告をクリックしてくれたのか、何回クリックしてくれたのか、そしてこのクリックしてくれた中で何人が購入に至ったかっていう細かい情報が広告レポートの中でチェックすることができるんですね。ここでポイントです。広告レポートは宝物。 広告レポートは宝物。この言葉っていうのをアマゾン物販をやっている限りしっかりと腹に落とすことが大切です。繰り返しになりますが広告レポートっていうのは誰がどのキーワードに反応して自分のページまで来てくれて場合によっては購入に至ったかっていうその流れがわかるだけではなくって別のどの類似品を見ていた方がその類似品の下に出てきた自分の広告をクリックしたのか自分の商品の類似品というのはどういうものなのかっていうのがデータ データベースでしっかりと明記されているんですねこれを使わない手というのは ありません。そこで次のステップになります。オートターゲティングで広告をかけていたんですが、マニュアルターゲティングで広告をかけ直しましょう。これも1日5ドルを5日間で構いません。マニュアルターゲティングっていうのは2種類ありまして、まずはキーワード、特定のキーワードで検索したお客様の検索結果にだけご自身の広告をかけるというやり方と、特定の商品ページの下にだけ広告をかけるというやり方があります。ある特定の検索キ キーワード群の検索結果にだけ広告をかけるというやり方を使うのがスタンダードな方法になりますそこで広告レポートというのが役に立つんですね広告レポートを見ると一つのキーワード群で一回だけクリックされたものもあれば二回三回と複数回クリックされたものがありますマニュアルターゲティングでは二回以上クリックされたキーワード群っていうのを手動で指定してその検索結果にだけ広告をかけるやり方をとってくださいこの結果接 セッション数と呼ばれるご自身の商品ページまで来てくださった人の数っていうのがどん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 増えていくと思いますこの数っていうのがセッション数20を超えたタイミングさらに50を超えたタイミングここが一つのポイントになるんですがまずはお客さんが20人来た段階で商品が売れたかどうかをチェックするそれでも売れてなければさらに広告をかけてセッション数が50 直近1ヶ月で50人の人がご自身の商品ページに来た状況にまで押し上げてもう一度売れ行きが出たかどうかを見てみる。もし、 一つも商品が売れていない場合、致命的な欠陥があることが考えられます。とはいえ、その致命的な欠陥って、大にして金額の場合が多いんですね。要するに、自分の恣意的な金額で販売していたけれども、相場価格を見てみたら、相場価格は自分の金額よりもはるかに下だった。 こういったパターンっていうのがかなり多いです。よって、広告をかけても商品が全く売れない場合は、クーポンを設定して、金額を実質少し下げる流れにしてください。 そして、クーポンをかけても、まだ売れないという場合は、セール価格設定っていうのを行って、クーポンをかけてちょっとお得にした上で、さらに一時的に金額を下げるというやり方を進めていただければ幸いです。初心者の方がよく行うミスとして、とにもかくにもすべての商品を全部売らなきゃダメだっていう前提で物販をやろうとする方が多いんですね。しかしながら、物販っていうのは多産多死です。もちろん売って、どうにかこうにか売れる 商商商品品品ももももああれればばいいいいくくくらら努力しててお金をかけても全く売れなずず飛ばずの商品いうのとうりますこの売れない商品に力を入れすぎて売れる商品の展開がおろそかになってしまう方が意外なほど多いのでもちろん売れない商品売れるように努力することも大切ですがせっかく売れている商品があるのであればその商品を展開していく方に比重を置いた方がいいと思います。最後に売れてるんだけれども儲からないっていう いう状況のの時にどうすすればいいいかの話をさせていただきますね画像にポイントがあるって申し上げましたが、まずテストマーケティングを小ロットで行い、売りました。ちょっと売れたから2回目の追加買い付けで1バリエーション20ロット前後ドカンと入れた。そして売れました。 次、3回目の買い付けを行う際に、ぜひ、詳細撮影、正確に言うと、生物撮影を検討していただきたいんですね。画像がより綺麗なものになると、それだけでも、その商品の価値っていうのは金額的にも上がります。また、セラーの気持ち的な問題でもあるんですが、良い画像が納品されて見てみると、よし、この商品売ってやろうっていう意識もぐんって上がりやすいんですね。ですから、3回目の買い付けを行う際に、要するに2回目の買い付けを 行行っっててててもよく売れれた商品がああばそちららにに関ししさらにプラスアルファの投資をを画像を改善してあげるで、この画像を改善したタイミングで、金額を3ドル、4ドル上げて、それでも売れるかどうかをチェックしていただきたいんです。例えば、100円の利益の商品を、月に100個売ったら 100×100 100で1万円になります。一方、その商品を1000円の利益になるように値上げしたら、月に10個しか売れない 売れなくなくっってしまった。一見、10個っていう個数を見ると、100個と10個ですから、ものすごく損した感覚になってしまうんですが、実は1000円かける10個も、やっぱり1万円の利益になっているんですね。100個買い付けるってことは、100個分の資金が必要なんですが、10個買い付けるのであれば、買い付け資金っていうのも少なく済むんですよ。買い付け資金が少なく済んで、利材を高く取れる。その分、販売個数っていうのは100個から10個に減るんだけれども、利益は同じ。 このような形で商品っていうのは、はじめは売れたら嬉しいっていう気持ちが先行してしまうと思うんですが、いくらで売ったら何個売れるのか、この掛け算の式っていうのを少しずつ探っていく必要があるんですね。そして、 100円の利益だったら100個売れるけれども、1000円の利益だったら10個だったら買い付け数が少なくて同じ利益の方がお得という考え方を腹に落としていただいて、いくらで売ったら何個売れるかっていうデータを少しずつ取る必要があります。基本的には1ヶ月単位でデータを取ってみて、その商品っていうのをいくらの価格で売ったら一番プラスになるのかっていうのを見出す必要がありますので、そういった意味でも物販っていうのは一 一石のビジネスではないっていうことが良い意味でわかるかと存じますというわけで今回は商品販売直後広告をかける クーポンをかける。セール価格設定を行う。この流れと、じゃあこの何回も買い付けをしていく中で、3回目の買い付けで画像に力を入れて、そのタイミングで金額を上げることによって、売れるのに儲からないっていう状況から、いち早く脱却することができるという話をさせていただきました。よろしければ高評価チャンネル登録いただければ幸いです。最後までご清聴くださり、ありがとうございました。